皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストライトヘッドクォーターズの団蔵です。どうもこんにちは。今日は、忍者キャット式バランストレーニング、ね、何をやってるか。忍者キャットにゃーですよはい、900g のね、素振り用の木刀でバランス、脚立ですよ。脚立使ったり、足場板使ったり、ね、いろいろ、自分の目測、バランス、そんなのをちょっとトレーニングして、まあそれをちょっといつもまあこんなことやってるんだよなんていうことをご紹介してみようかなって思ってますよ。やってみようかな。ちょっとね、こんなんでもますよ。ブロック。ブロック、どうだろう。この上に立って素振り、しかも片手横払い、立ってるかな。よっ、はっ、とっと、うん、脚立ぐるぐる、ね、マッチョブロ、これ面白いんだよ。これこそバランス、見てて。ほっ、ここから難しいね、実は。足抜きがね。よし、うん、でしょ。よし、よし、よし、踏み板の跳躍、ね、
ということで、みんなもやってみて、バランストレーニング、にゃん。ありがとうございました。